皆さんこんにちは、シューポンキノコです。新シーズンが始まりました。今シーズンは温泉のようです。持っている青銭を全部使って、新スキンをゲットして、新スキンで裏裏逃げをしたいと思います。しかし、ご覧の通り青銭が 16,503 枚しかないです。取れなかったら企画倒れになりますが、まあ、何かしらゲットできるでしょう。それではスキップしながらサクサクと、引いていきましょう。あ、いきなり温泉猿が出ました。僕はもみじちゃんの方が欲しかったんだけど。とりあえず企画倒れは回避できそうです。さて、もみじちゃんも欲しいところです。地味でしたね。よし、次行きましょう。星さんスキンはありますが、残念。よし次こそ。出ませんねー。はい、次。最後も地味でしたー。それでは温泉猿くんでうらうらステージを、やっていきましょう。今回は魔法陣マップです。手が早いパターンなので気をつけていきましょう。緊迫したステージなのに温泉猿くん緩いですね。もううらうら逃げしている方も多いと思いますが、このステージで気をつけていることなどを入れ込んでいきます。このエリアは丸の銅像を下に押しすぎると詰むので注意です。特に右の銅像はどれだけ押しても通れません。魔法陣エリアです。ここは入る前に横の手を誘っておくとスムーズに行けます。ここはできるだけ早くスイッチを押すのが大事です。氷のエリアが最後です。氷の上は止まれないので手が伸びるタイミングを気をつけています。無事逃げました。それではお楽しみの宝箱です。あ、持ってますね。残念、温泉猿スキン割と可愛かったですね。それではご視聴ありがとうございました。